あのノルウェーのノーベル委員会がノーベル平和賞をですねお与えになった。私はあの劉さんのその活動もすごかったんですけども、その同等にですねノーベル平和委員会のその決断高く評価したい、本当にあの嬉しいなというふうに思っておりますが、そのことに対しまして中国政府がどういうふうな対応をしてきたか、もう私があの多くを語る必要もないと思いますけれども、08宣言によって国家転覆罪といいますか、そういう重大犯罪者として扱ってその人にノーベル平和賞をあげるということは、これはもう本当に許しがたいということで、中国政府はノーベル委員会に抗議をしている。しかも12月10日の授賞式には奥さんですら行ってはいけないということになっておりますし、今奥さんの優香さんも軟禁状態になっている。しかも中国ではこの劉さんのですね、この報道がいつもカットされてしまって、生の姿がですね中国国民には何ら報道されていない、こういうことでございまして、私はこの劉暁波さんのノーベル賞受賞ということに対して中国政府の取っている態度は本当に平和と人権と民主主義に対する冒涜だと、そういう思いがあるわけであります。従いましてこれを隣国の国会議員として私は見過ごすことができない。人権問題を大勢の日本の国会議員が関心を持って活動しているわけですが、そういう立場からするとこのことは見過ごすことができない。何としてでも劉さんを吸収するように頑張っていかなければならない、そういう思いでですね今日は支援の会を開かさせていただいたわけであります。先はメッセージが届きましたので最初にご報告させていただきます。アムネスティインターナショナル中国チームの藤崎です。今から劉華さんのようにメッセージをいただきましたので、読み上げさせていただきます。劉暁波氏を支援するためにお集まりくださった日本の国会議員の皆様こんにちは。日本の国会議員の皆様が劉暁波の支援のためにお集まりくださると聞き大変感動しており、いたしております。9月には牧野先生が声明を発表し、日本の各界が劉暁波にノーベル平和賞を与えられるよう支援するよう呼びかけ、また中国政府に劉を釈放するよう求めてくださったことは私にも伝わっております。さらには10月8日にノルウェーノーベル委員会が今年度のノーベル平和賞を劉に授与すると発表したことを受けて、直ちに皆様が祝意を表してくださったことを知っております。ここに感謝申し上げます。皆様方のご厚意は獄中にある劉にとって大きな励ましになることと信じております。皆様の劉に対する祝賀と支援のご意向は劉に対するご関心の表れというだけでなく、中国の良心の囚人、中国の人権問題、世界の平和に対するご関心の表れであると受け取っております。劉暁波の妻として皆様方に慎んで深い敬意を表します。劉華。日本と中国の関係というのが非常に、今緊張した状態になる中で、非常に愛に親中ですとか反中ですとか、あるいは親日ですとか反日ですとかという伝統バリがなされているのが非常にちょっと私違和感がありますね。その先ほどその劉暁波さんがおっしゃったその今対峙している人たちとも今後隣り合わせて生活しなければならないというのは、これ実は日本と中国の関係でもそうなんじゃないかというふうに感じるんですよね。でもちろん問題点は多々あります。でその時にその感情的にこうバーッてやるんじゃなくて、あるいはレッテルバリでやるんじゃなくて、とにかくその事実と論理に基づいて冷静にお互いで話をしていくことが大切なので、劉暁波が言っていることもそういうことなんじゃないかなということを私最近考えております。劉暁波ノーベル平和賞について2、3日前ですね、ユンシャク
76名の中国の共産党の党員から領袖派に支援の声明を出しました。だから中国国内が共産党の人たちが、まあ、民主化行くと、そういうことは考えている人も結構いると、その476人の中ですね、あの毛沢東の師匠、昔のね、師匠、人民日報の社長ですね、こういうなんかサインもしたんと、尖閣の焦土問題起きて、トラニーの国はどういうふうに行くのか、私、日本の国会議員はもっと言及しないと、今度ですね、やっていかないと思うんです。支援だけじゃなくて、日本人自分の将来考えると中国の情報は持てないといけないと、情報を持てないとどうやって付き合いやっていくのが一番重要。例えばあの台湾も韓国も最近が民主基金ができたんですよ。民主基金はないの国は日本なんですよ。あの民主の国の中ですね。私たちヒューマンライツナウはですね、2006年に発足いたしましたあの国際人権団体で、主にアジア地域の人権問題について取り組んでおります。であのアジア地域、本当にですね、命がけで、まあ、行方不明になったり殺されたりしながらですね、活動している人権活動家がたくさんいらっしゃいます。で私もそういった国際会議によく参加をさせていただくんですけれども、昨年いらっしゃった方、昨年一緒にテーブルについて人権について話し合っていた方が、翌年には、行方不明になっている、そして殺されてしまったということが本当に、たくさん続いております。でその最も深刻な一つ、国の一つが、中国であるということが言えると思います。であの劉龍波さん、本当にあのシンボル的な存在で、本当にあのぜひこの機会に釈放されたしていただきたいというふうに思うんですが、それ以外にもですね、人権活動家、それから弁護士などでですね、危機にさらされている方、奥にいる方、たくさんいらっしゃいます。中国の憲法にもちゃんと人権の保障ということは謳われているわけですし、日本の憲法にも謳われているわけです。で、あの劉龍波さんの即時無条件釈放を、求める、これあのアムネスティでアクションキットと呼んでいるんですけれど、ノーベル平和賞の発表があって、すぐにあのノーベル平和賞というのを入れたアクションキットをもう一度あのたくさん作りました。これ皆さんに広めていただいて、あの、手紙をぜひ中国政府に送っていただくのと同時に、で皆さんは国会議員でやはり力がおありになるわけですから、ぜひとも日本の外交を動かしていただいて、中国に人権を守るように、劉龍波さん、それから両親の囚人を釈放するようにぜひ働きかけていただきたいと思います。なければそれでは、あのこの会議として、決議文を採択し、そしてそれをできる限りそのどういう方法でか、三上氏を通すのがいいのか、あるいは確かに通すのがいいのか、方法は検討したいと思いますが、決議文を採択していただきたいと思います。この決議文の朗読を、議連の事務局次長でございます村越博民衆議院議員にお願いしたいと思います。劉龍波氏の即時釈放と中国の民主化を求める決議案、中国の著名な著作家で現在獄中にある民主活動家劉龍波氏に本年度のノーベル平和賞が与えられることになった。劉氏に心よりのお祝いを申し上げる。また同時に今回の決定を成したノルウェーノーベル賞委員会に対し敬意を表するものである。我々は劉氏をはじめとする中国の民主活動家たちが置かれている厳しい実態を直視し、同国で人権が確保され民主化が促進することを切望する。ノーベル委員会も指摘するように、劉氏は非暴力的手段で基本的人権の確立のために活動を続けてきた。死が思想の中心を担い、現在1万人以上の人々が署名しているというゼロ八憲章は
その平和的な活動の一つである。このような平和的な活動を理由として彼を投獄し続けることは、中国政府自身が署名した国際人権規約から見ても許されるものではない。ここに劉氏の即時釈放と軟禁状態に置かれている彼の妻劉佳氏の解放を要望するとともに、他にも多くの中国の獄中にいる民主活動家、人権活動家たちについても釈放し、言論をはじめとする平和的な活動の自由を保障するよう中国政府に強く求めるものである。2010年10月21日、人権問題を市民とともに考える議員連盟、劉暁波氏を支援する会、参加者一同。はい、ありがとうございます。それではこれを皆さん、案というふうに今、皆さんのところにお配りしているのはなっておりますが、この案を取りたいと思いますが、皆さんの拍手で、採択でよろしいでしょうか。それでは最後に合同提起を牧野さんからお願いします。お忙しいところは皆様方のご出席をいただきまして、最後までお付き合いをいただきまして誠にありがとうございました。今決議文を採択させていただきまして、この部分をですね、私ども中国大使館の方に持っていきたい、そして中国政府の方に我々の方にが届くようにしたい、こういうふうに思っております。しかしながら私も長年この活動をしておりまして、いくら中国大使館に行っても我々の話を聞いてくれるということは未だに一度もありません。いろんな署名活動を持って行っても即刻その場で返されますし、郵送するとそれも後日送り返してくる、これが現実でございますので、今と同じ鉄を踏んでも仕方ないと思っておりますので、外務省に伺いまして、外務大臣にこういう決議をしたということも報告をしながら、外務省の責任を持って中国大使館に持っていくという一つの道を筋を作りたい、そういう考えの方もおりますし、また多くのチャンネルを通してまた中国大使館の方には何としてでもですね、この思いを届けたい、こういうふうに思っておりますが、今各カメラの皆さんからもお話がありましたように、それは国会議員が団結してですね、みんなで衆参をして、超党派で衆参を執行する、そして両親の主人がおてるさん、今苦しい思いで収監されているわけですから、その人たちと何としても一刻も早くですね、釈放して自由の身にする、そういう思いを持って我々が団結して一生懸命行動していく、そして関係する民間の活動をされている大勢の皆さんと一緒になって連携をしていく、そして国内のですね、やはり世論を高めて、これがですね、世論を高めて、中国政府にですね、我々の思いを突きつけていく、そうしなければですね、いつまでたっても本当の意味で、中国のこの人権問題に対する、あるいは民主主義に対する考え方と行動は変わってこないのではないか、そういうふうに思いますので、この劉暁波さんのノーベル平和賞受賞という、このことを一つの契機としてですね、隣国として、さらに中国の国民の皆さんの幸せのためにもですね、そしてアジアの安定した、そして平和なためにも、それから世界のやっぱ安定と平和のためにも、何としてでも、中国の人権問題について真剣に取り組んで、その問題を解決していく民主国家になってくれることを、願いながら活動を展開をしていきたい、こう思っておりますので、引き続き皆様方のご理解と、ご協力をお願いをいたしまして、一応行動提起とさせてもらいます。今日はどうもありがとうございました。